はい、こんにちは、ライムです。ということで、今回は全人類待望の FF7 リバースコラボ第2弾追加。はい、ということでね、皆さん、リバースコラボを楽しんでますか？ガチャ動画なりへ使ってみた動画とか、性能評価とか、もろもろアップいたしましたが、明日ね、まあ、いつ後半追加されるのかなと思ってて、まあ、もうちょいかかるのかなとか、週末とかね、あるいは来週月曜日からとか、とか思ってたら、もう明日、体験版が追加されると同時にやってくるということですね。はい。ということでね、多分明日僕もまたね、第1回 FF7 リバース体験版生放送やりましたけど、後半戦も多分、やる予定では一応今のところいるんですけどね、やる予定です。一応生放送ではあるんですけど、アーカイブももちろん残す予定ではありますので、まあぜひともね、そういった、僕のリバース実況もねお楽しみいただければなと思います。はい、ということで実際ちょっとその中身見ていきましょう。今回の追加ね、はい、こちら2月21日の21時よりです。これ体験版に合わせてだね、多分ね。いつもだったら11時更新なんだけど、夜の21時だから完全に体験版に合わせてるね、これね。なるほどと。で、ここで追加される装備に関しては、はい、クラウドの新武器、ボル系のスパーダ、ファイラサージ、これ魔法攻撃アップ付きです。なので、セフィロスのアシュラのね、クラウド版ということになってて、で、クラウドにこれ実装されると結構調子いい。のが、すでにクリスマスの時に魔鋼27ポイントの武器がね、実装されたと思うんですよ。これ、ハッピーホリデー。これと組み合わせることによって、魔鋼がね、54ポイントになるんだよね。ああ、まあ、メイン武器にどちらかしかならないから、どちらか半減になるけど、そう。だから40ポイントにはなるのか。どっちかメイン武器に装備すれば。40ポイントということはですね、レベル5、魔法攻撃プラス100の 30% アップまで届くということになります。あとサブ武器とかで、上げてやればね、まあレベルマックスまで持っていくみたいなこともできるので、結構無課金編成でも魔法アップがしやすくなったよね。だいぶ。結構魔法アップ最近実装されてるんで、配布武器で。はい。全然ブックアップ来ないけどね。だからしばらくしたらブックアップ祭りが来るかもしれませんけど、ちょっとバランスが悪いというか、無課金の配布武器は結構魔法攻撃が多分わざとやってんだでしょうけど、魔法攻撃が多かったりっていう偏りが、まあ、ありますので、まあ、今後僕の無課金編成でも魔法攻撃が多めになってくるかもしれません。はい。あとその他、こちら。武器の他に星4以上武器確定ガチャチケットやキャラ専用のウェポンパーツガチャチケットメモリーなどを新たに追加いたしますと。で、また新たに星の神秘交換所も追加するということになっているので、後半戦のイベントはまたね、別の素材集めて交換するみたいなシステムになってくると思うのでね、そちらも、間違いなく収穫しましょう。で、多分ね、新しい書いてあるね、ここに追加ボス書いてあるわ。追加ボスでマテリアキーパーのもっと強いやつ実装されると思うんです。で、また EX3 とか4とかもね、おそらく実装されると思うので、まあ、それについての攻略動画とかももちろんやっていきたいなと思ってます。前回のね、EX2 のマテリアキーパーのように無課金編成で、まあ、なるべく頑張りたいなと思ってます。はい。っていうところでしょうかね。で、ガチャについての表記が一切ないんですよね。ここまでで。多分あると思うんだけどね。後半ガチャも多分あると思うんだけど、これは多分21時のお楽しみっていうことになるのかな。多分、今の段階での予想で言うと、残眼衣装のティファがもしかしたら出るかもなーっていうね、予想もあったりとかもしたんですけど、それがね、出なくて、今回は、ウエスタンガイドティファでした。あと、ちょっとレッド13予想外だったんだけど、レッド13の地獄の番犬の、まあ、ウェア、実装されました。で、後半のガチャは果たしてどうなるかっていうところなんだけど、
多分僕の予想でいくと、あとは一般兵クラウド、一般兵のウェアのクラウドとか、あと考えられるのが、このあくまで体験版の中身から外れないような、中身になってくると思うんで、そうなってくるとおそらく大人ウェアのセフィロスだね。あの長いやつね、長い丈のやつ、あれをまあ今のその少年セフィロスに合わせた感じのねやつ、ちょっとそのセフィロスに合わせたサイズの大人セフィロスのウェアっていうあれかなって思うんですけど、ぐらいしかないと思うんだよね、今の体験版で出てるところまでで言うとね。ファイナルトレーラーまで込みで言えば、あの以前のね予想動画で言った通り、クラウドとか、それからまあエアリスとかの新しい衣装が、まあ、ウェアとして実装される、武器として実装されるみたいなことも全然あると思うんだけど、今回がまあ体験版非常になぞってるので、追体験という形で、なんでやっぱその辺が熱いのかなって個人的には思ってるんですけど、まあ、これが当たるかどうかは何とも言えませんね。まあでもやっぱでもティファと犬が出てる時点で、まああともう出すって言ったらクラウドセフィロスぐらいしかないと思うんですよね。体験版にはもちろんザックスとか出てないからね。でバレットとかについてもただの語り部というか、ただクラウドの話、階層の話を聞いてるだけしか出てきてないからってなると、もうほぼ、まあでもまさかの犬がいたからなまさかのレッドサーティーンがいたから、もうそっか、よくよく考えたらレッドサーティーン体験版関係ねえな全然関係なかったね、そういえば。あー、まあそ、レッドサーティーンがね、謎を深くしてる感じはあるんだけどさ、難しさ。まあでもまあどっちかだと思うよ、どっちかか、あるいは両方来るかだと思う僕は。それにかけるは一般兵クラウド、それから大人セフィロスのやつだね、だと思う。でワンチャンね、本当にワンチャン、ワンチャンね保険保険入れて、さっき言ったようにファイナルトレード出てくる新しい衣装のエアリスとクラウドで、あとこの後ね、もう一本動画撮ろうと思ってて、まあ、そっちの件もあるから、まあどうなんだろう、クラセフィもどうなんだろうって感じもあるんだけど、まあ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 、ちょっとね、もう一本ちょっと違った趣向のね、凝らした、動画をこの後アップする予定なのでね、ぜひそちらもお楽しみください。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。